野間県は、日本の政治家、立憲民主党所属の元衆議院議員、金融担当大臣秘書官、国民新党政務調査会長権、国会対策委員長などを歴任した。東京都世田谷区生まれ、出身は、鹿児島県日置市住院長。慶応義塾大学法学部法律学科卒業。大学在学中は、弁論部幹事長を務めた。大学卒業後、 総合商社兼松江省に入社。1991年、松下整形塾に入塾。1993年、松下整形塾卒塾。同年、第40回衆議院議員総選挙に、旧東京五区から無所属で出馬したが、落選。財団法人日本友愛協会事務局長、参議院議員秘書を経て1998年により、K&K プレス取締役。 月刊日本編集委員を務める。2005年、第44回衆議院議員総選挙に、民主党公認で、鹿児島3区から出馬したが、自由民主党公認の宮地和明、郵政民営化に反対し自民党所属議員ながら、無所属で出馬した、松下忠弘の争いに埋没し、再会で落選した。2009年、第45回衆議院議員総選挙に、 国民新党公認で出馬し、宮地を破って返り咲いた松下の秘書に就任。その後は松下の後援会総務局長、経済産業副大臣秘書、金融担当大臣秘書官を務める。2012年9月、松下の死去に伴い大臣秘書官を退任。民主党を離党し、同月18日付で国民新党に入党。 松下の死去に伴う鹿児島3区の補欠選挙に国民新党公認で出馬するも自民党の宮地に5669票差で敗れ落選。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では再び鹿児島3区から国民新党公認で出馬。補選で敗れた宮地を6151票差で下し初当選した。当選後、 国民新党政務調査会長及び国会対策委員長に就任。2013年2月27日、国民新党に離党届を提出し、同党,党を離党。当面は無所属で活動する意向を表明した。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、鹿児島3区から無所属で出馬。引退した前職の宮地和明に代わり、 自民党から出馬した次男で、元総務省職員の宮地拓馬を、前回の得票差を大幅に上回る22,262票差で破り、再選。2015年1月26日、無所属のまま衆議院の院内会派、新党改革、無所属の会に入会した。同年12月18日、新党改革、無所属の会を退会し、民主党、 維新の党を中心に結成された院内会派、民主、維新、無所属クラブに参加した。2016年3月28日、民進党の決闘に伴い衆議院会派、民主、維新、無所属クラブが民進党、無所属クラブに変更されたが、野間はこれに加わらず会派無所属となった。2017年9月27日、 小池由里子東京都知事を代表とする新党、希望の党設立会見に決闘メンバーとなる国会議員14人の一人として参加した。同年10月22日党開票の第48回衆議院議員総選挙に鹿児島3区から立候補したが自民党の小里康博に敗れる。赤配率88.0%ながら希望の 党の比例吸収ブロック獲得議席数は4議席にとどまり、時点の5位で落選した。その後、希望の党の分党に伴い国民民主党を経て立憲民主党に参加した。公式サイトに掲載されている主な政策は以下の通り、過去選挙時のアンケートへの回答は以下の通り。ありがとうございます。